知るきっかけとなったのは知人の誘いでした。フィットネスモデルの撮影の際に出会ったヘアメイクの方が柔術の茶帯で、名前も聞いたことがないスポーツだったのですが、なんとなく気になって試してみようかなと思いました。スポーツセンターでその方に教えていただいたのが始まりです。私は池畑薫です。和歌山県出身で、今は東京でフィットネストレーナーとして働いています。ブラジリアン柔術を始めてからはだいたい2年半です。基本的には初めて柔術した時は新しい感覚でした。たくさんスポーツをしてきましたが、こんなにも直接的に相手へアプローチしたこともなく、初めは少し苦手意識が強かったです。私も知らなかったんですが、世の中でもまだ柔術が知られていないのはテレビをはじめとするメディアに出てこないからかなと思います。それと未経験の方が試合を見ても優劣が分からず、その面白さは経験者でないと分からないからかなと思います。日本ではまだまだ柔術をする女性は少ないです。イメージの問題もあると思います。知られてない競技なので、格闘技イコール危ないとか女の子がするものではないと思ってしまう方が多いからかなと思います。体が硬くても始めることはできるし、自分のペースで進めていけます。続けるほどに新しい発見とひらめきを感じることができるので、食わず嫌いにならずにぜひ一度体験することを勧めたいです。私が通うジムはとても清潔で居心地がいいです。そして選手として世界でも活躍する先生が多数在籍しているので、それはとても誇りに思っています。このジムに通うことでたくさんの方と知り合いました。普段の生活パターンでは出会えない方と出会えて、それは年齢や性別も関係なく、柔術というキーワードがつないでくれます。このジムにいる時だけでなくて、海外旅行に行った時に現地のジムに行ったり、そこでも新たな友人と出会うことができます。こんな経験はなかなか他のスポーツでは経験できないのかなと思います。頭で考えて動くことはとても苦手意識が働きましたが、苦手なことこそ続けてみようと思い、そのままジムに所属をして練習することにしました。というのも、私の仕事のために体の勉強は不可欠で、苦手なことにチャレンジすることが一つ、そしてうまく技をつかむためにはどのように動けばいいのか、体の使い方を違う角度から知れるということが理由です。続けることで得たものの中で一番大きく影響していることは、いろいろな角度から物事を考えられるようになってきたことです。こっちがダメならこちらからというふうに常にチャンスを探しながら動くので、諦めない、自分でチャンスをつかみに行くという姿勢が自然と身についてきたと思います。私の仕事は簡単に言うとフィットトレーナーですが、その下地にあるのはニューヨーク初となる
ヤムナボディローリングという体を整える新しいメソッドです。解剖学的に沿って行うこのメソッドは、無理なく体本来が持つ美しさや強さを取り戻してくれるので、どんな生活とパターンの方にも取り入れてほしいと思っています。今はこのヤムナメソッドの他にコアトレーニングやフィジカルトレーニングを週5日または6日行います。私の生まれ育ったところは、和歌山県の小さな離島です。本当に小さな島で、面積は10平方キロメートルもなく、人口はだいたい2000人ほどです。して日本とトルコが友好関係を結ぶきっかけとなった1890年のエルトルル号遭難事件はこの島沖で起こりました。そしてこの出来事は私の島に対する誇りです。生まれた時から海がそばにあったので、私にとっては欠かせないものです。子どもの頃は落ち込んだ時や悲しい時、あとは考え事をするときは一人で海に行っていました。無意識に足が海へと向かっていましたが、今東京に来て思うのは、海には感情をクリアにしてくれるパワーがあるということです。海には浄化作用があるとよく言いますが、まさにその通りで、海に入ったり見るだけで負の感情は流れ、性の感情、例えば夢や好奇心、愛情などはより強く明確になる気がします。実家はとても遠く、数年に一度しか帰ることがないので、今は海に行きたいときは東京から行ける千葉の海によく行きます。私は体の健康はバランスだと思っています。一つに固執しすぎずに、例えばヤムナメソッド柔術は感覚的に真逆です。丁寧に体をケアしてリラックスする時があれば、頑張る時もある。どちらも経験することが私は大切だと思っています。他にはサーフィンを私は行いますが、これは都会で過ごし、少し詰まってきた心を自然と触れることで癒しています。大抵の日本人は一つのカテゴリーに収まることがいいと思ってしまいますが、違うことを経験することで、体の使い方が上手くなったり、怪我や心のストレスを感じづらくなると思っています。これは私の仕事の理論にもなっています。